本通り停留場は、広島県広島市中川本通りにある、広島電鉄宇治線の路面電車停留場である、駅番号は、u 一。広島市の中心市街地に位置し、広島本通り商店街などを利用する客で、混雑する、広電宇治線の主要電停の一つ。当停留場は1912年、宇治線が上谷町から三行橋までの区間で営業を、 開始した際に川谷町停留場として開業した。太平洋戦争下の1944年からは休止され、原爆投下後の路線復旧に合わせて1945年9月12日より営業を再開した。1965年4月1日には、広島市が町名変更を実施し、川谷町を本通りに改めたため、これに合わせて停留場名も本通りに、 解消されている。宇治那線はほぼすべての区間で、道路上に軌道が敷かれた、平洋軌道で、東底流上も道路上にホームが設けられている。ホームは、低床式で2面あり、南北方向に伸びる2本の線路を挟み込むように配置されている。2面のホームは、本通り交差点を挟んで南北に分かれており、交差点の北に広島後方面へ向かう、下りホーム、 南に神谷町及び本線方面へ向かう上りホームがある。それぞれのホームへは本通り交差点の横断歩道を利用する。通常は無人駅であるが、広島フラワーフェスティバルや広島夢港花火大会開催時には出発要員が配置される。他客時には停留場から乗客が溢れることがあったため、2012年9月から12月にかけて、 停留場に改良が施され、ホーム庁を5.6メートル延長、ホーム幅を0.3メートル拡張、上屋を21.6メートル延長など、全体的に大型化したほか、車椅子やベビーカーの利用に配慮し、壁面をガラス張りにするなどバリアフリー化された。本通り停留場には、広島電鉄で運行されている系統のうち、1号線、3号線、7号線、 それに0号線が乗り入れる。広島電鉄が定める乗り換え指定電停の一つであり、東停留場で行き先の異なる電車同士を乗り継ぐことができる。また、北隣にある神谷町停留場とは2016年1月16日から乗り換え制度上同一電停扱いとなり、乗り換えの際には互いの停留場間を徒歩で移動することができる。 本通り停留場の1日平均の乗降人数は8065人である。広島市の中心部に所在し、商店、金融機関が多く存在する。江戸時代より近くを西国街道が通り、古くから商業の中心であった。停留場の地下には、広島高速交通広島新交通1号線の本通り駅が位置し、連絡が可能。現在は閉店したが、 ユニード広島店や、書店の石前館、金聖堂も付近にあった。広島県駅乗降客数。2021年3月11日閲覧。ABCDEF、広電が走る町根弱150から157ページ。今尾圭介、日本鉄道旅行地図帳11中国四国、新庁舎、2009年、37ページ。 ISBN 978から4から10から79万29から6。AB、廃止町名と現在の町の区域。広島市。2016年8月1日閲覧。広電が走る町根六68ページ AB、広電サービス工場計画。広島電鉄。2013年1月14日閲覧。ABCD 川島建像。山陽。 山院ライン全線、全駅、全廃線第7巻広島エリア、高段車、図節、日本の鉄道、2012年、8.79ページ。ISBN 978から4から06から29万5157から9。AB 川島慶造、全国鉄道事情大研究中国編に、創始者、2009年、103.108ページ。 ISBN 978から4から794217110電車のご利用方法乗り換え制度広島電鉄2016年10月6日閲覧電車乗り換え制度の変更について広島電鉄 http://www.hiroden.co.jp コロンススララッッシシュュスラッシュトピックスラッシュ2015スラッシュ151221とランスファー。html2016 年1月16日、閲覧。ありがとうございます。